寺さんところのブースに来ています。北海道の苫小牧市で重機のアタッチメントの製作やってます。北海道ならではのバケットなのかな、これピラニアバケットって僕見たことないですけど。そうですね、解体業とかでよく使っていただいているアタッチメントなんですけど、これは閉じてる状態なんですけど、今閉じてる状態だと普通のバケットとして使えて開くんですよね、これが。この歯がガタガタやからピラニアっていうか。あ、そういう意味です。はい。そういう意味です。はい。あの、物挟んだりできるんですよ。バケツとハサミが。ハサミっていうか、フォークっていうか、一緒になったような。で、閉じて、その、はい、言うたらここに柱材とか、そうです。そんなのを掴んで詰める。はい。あの、噛み砕くように使うこともできるし、バケツとしても使えるしっていう。